はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。原田様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。サッカーワールドカップ、クロアチアに惜敗、アベマ TV サーバー落ち、奮闘お疲れ様でした。まあ、サーバーが落ちたんじゃないですけど、一回出ると二度と入れなくなるっていうですね。ずっと見続けてる人はいいんですけど、新規で見始める人を制限したみたいで、なんかアベマにですね、1500万人アクセスしてたそうであります。まあ、記録ですよね。試合内容については、まあ、いろいろニュースで見ましたけれども、まあ、本当惜しかったみたいですね。残念でございました。5日午後、昨日すか。北朝鮮が約130発のロケット砲を海に発射。景気なおい。という感じなんですけれども、なんだろう、みんなサッカーの方に目が行ってて、寂しくなっちゃったのかな。いや、怖いですね。防衛費増やさないといけないな。今後5年間でですね、40兆円以上とする方針と発表されておりました。で、2027年には10兆円達成して NATO に入る、みたいなことが発表されておりましたけれども、まあ、今年6兆円で、その次7兆円で、1兆円ずつ増やしていったらぴったり40兆円だなって、思っていたんですけれども、岸田総理43兆円だそうです。財務省の言うこと聞いてたら国が滅びるって気がついたんでしょうか。ネットの反応です。おお、やるじゃん。やるときはやる男。増税しないで付け替えでなんとかするんやな。財務省は戦車いらん、ジャベリンだけでええいうようなアホだから、財務省って一遍解体すべきじゃね。新聞の軽減税率廃止しろ。これ私も思います。なんで赤ちゃんの粉ミルクが 10% で新聞が 8% なんだっつう話にね。あれもしかして有能なんじゃ。スパイ防止法もその勢いで通ししまえよ。財務省の削れ削れ削れを跳ねつけ、ほぼ防衛省の要求通りの予算、を確保しろって指示したらしいですね。人民軍の台湾沖縄同時進行のタイムスケジュールとか、なんか情報あったのかもしんないですね。何年にここまで行ってみたいな、何年開始でみたいな、そういう情報でもあったのかもしれません。もしくはですね、やけくそロシアの北海道侵攻の情報とか、パヨ防衛費増やしてそんなに戦争がしたいのかとか言うんですけど、したくねえから増やすんだろうバカというのが答えですね。我々一般人、常識的な人間の、バカパヨ以外この世の真理がこちらであります。まあ普遍的なね、戦力が拮抗しているほど戦争は起きない。まあ実力が同じぐらいなほどどっちも勝てねえから戦争にならない。46年間続いた東西冷戦で証明済みであります。まあベトナム戦争とか朝鮮戦争とかアフガン戦争なんかの小競り合いっていうか小手調べはありましたけれども、パヨ子育て予算を削って防衛強化に反対。まあ我々の常識はですね、平和あっての子育て。同様にパヨはですね、経済体積が先とか言って防衛強化を邪魔するんですけど、攻められないって平和な安心感がなければ投資もないし、投資しねえし、新しく工場を建てちゃおうかななんて時気分になりませんよね。攻められるかもしれないんで、そういう状況では。で、経済発展もしないと。国家あっての生命財産、国家あっての経済発展福祉、これが常識なんですけれども、バカパヨはこれが理解できん。バカでどうしようもない。毎日毎日パヨテレビが洗脳してる結果かもしれないですけどね。パヨ、防衛費増やしても
どうせ核撃たれたら終わりとかもほざくんですけど、じゃあこっちもあの核武装しようぜって言うと顔を真っ赤にして反対しますね。一体何がしたいんだか、耳を貸すな、大したことは言ってない、パヨの言うことは気にしないのが一番のようで、これ岸田総理ですね、支持率 34% になっちゃったから、麻生政権末期だと28ぐらいまで行っちゃった気がするんですけど、まあそうなっと解散総選挙ですわね。 34% に右肩下がってますんで、増税はしないで予算確保しろ、43兆円って言ったらしいんですけども、まあ何に使われてるかわかんない男女共同参画予算とか削ったらすぐですわね。パヨどもが邪魔に思う杉田水脈衆議院議員の辞任を求め、なぜか札幌でデモ、朝日が約50人って報道してるので、まあ5人ぐらいですかね、呼びかけ人の男子高校生一人の共産主義者として、おいおい一人のアイヌとして、おいおい一人のゲイとして、どんな言動も決して許せません、どの言動も決して許せません、属性てんこ盛りだな、欲張りすぎじゃねえのかな、ネットの話、朝日新聞、属性多すぎだろ、なんかの呪い、情報量多いなんでそれをいちいちアピールするの、キャラ盛りすぎじゃねえ、共産主義者関係ないだろ、なんでそこで共産主義って言っちゃうのか、まあ共産党だからですかね、朝日が必死だから杉田さんが正しい、杉田さんのイメージダウンになってない、アイヌは赤でアタオカって、自己紹介、これは杉田さんが正しいと、多分ですけど、まあ共産党員の孫ですか孫ですか、そうとしか思えないな、追加で日本人でないまであんな、これ外国人のデモ主催って許可してもらえんだっけな、基本的に外国人の政治活動って禁止じゃないんでしょうか。私もデモ申請10回ぐらいやってますけれども、ちょっと聞いてみようかな今度な。札幌の5人のデモは全国報道、朝日新聞、渋谷の150人の NHK スクランブルデモはどこもスルー、これが日本のメディアの姿であります。まあメディアの中に純粋日本人いねえんでねえべが、いたとしても、まあ、日本国籍は持ってっけども父ちゃんが外国人とかそんな人ばっかじゃないんだろうか、実質台湾大使館の全日本台湾連合会が立憲民主党に抗議、10月17日岡田克也、米国も台湾独立は支持できないと言っている、11月29日末松義則って読むのかなこれ、よしき、よしのり、わかんない、台湾が独立する動きは封じていかなければいけない、両国会発言について内政干渉で言語道断という抗議、抗議文、これどうすんの、いう感じなんですけれども、ネットの話、そんなこと言ってたのか、少しは正体を隠せよ、余計なことしかしないな、急にどうした、命令来たんか、中国共産党から命令が来てこういうこと言えみたいなね、こういうやつらに政権を取らせちゃダメ、岡田と末松の身柄を台湾に差し出せ、立憲支持者アホばっかと、試験なんですけど、まあ岡田にしても末松にしても世界イコール中国韓国で他見えてないんでしょうね、こんなこと言ったら台湾がどう思うとか想像できないし、まあ命令通り言われた通りやってるのかもしれないですけどね、万が一立憲がのさばるようなことになると、台湾との関係がこじれるので絶対阻止で、まあ政権交代とかになったら目も当てらんねえから、台湾と断交しちゃうような感じですよね、こんな連中が政権取っちゃったらね、また万が一、この抗議が原因か不明ですけれども、代表の泉健太ドイツに逃げるようであります。なんかエネルギー関係施設の視察らしいんですけど、ネットにはなんで、全然わかんねえ、なんでドイツなのっていう意見多数でありました。
泉ももう限界で最後の慰安旅行でしょうかね。まさか税金で行くんじゃないだろうな。野党だもんな。沖縄防衛強化のため沖縄防衛集団を創設し、人員を現在の2000人から3000人に増やす方針だとであります。防衛省ね、この方針に、中国共産党が反応しました。環球時報にですね、警戒っていうタイトルで、憲法違反、地域の平和と安定を脅かす所業って、まあいつもの お前が言うなっていう、自分勝手な記事が載っておりました。まあ環球時報って中国共産党の機関紙ですから、まあイコール中国共産党の言い草ってことですね。ネットの反応です。聞いてる聞いてる、警戒してんのはこっちやで、なんで守ると警戒すんだよ。沖縄の新聞かと思った。よくこんなこと書いてますね。沖縄の新聞もね、地域のあの平和と安定を脅かすからといって、違う、軍備、軍事力が拮抗してるほど戦争が起きないんだからな。ね、全然ね、鍵もかけねえような家で、のんきにね、警戒もしないでいれば平和になるって、なんだその理屈って話なんですね。お前らのせいなんだけど、デニーから報告が行ったんじゃね。日本の排他的経済水域にミサイル5発撃ち込んだのは誰？外に目を向けさせるために大騒ぎと。これコロナ、ゼロコロナ対策が大失敗して、なんか抗議デモとか起こってるみたいですけどね。何を怖がってんだこいつら。脅してるんじゃなくて防衛してんだよ。岡田や末松を使ってですね、台湾の独立認めないなんて言わせてるから、まあ野望がバレバレですね。台湾も欲しい、沖縄も欲しいってね。何年も前からの尖閣諸島周辺の嫌がらせでバレバレですね。こっちが警戒して人数増やすと憲法違反って勝手もいいとこ。全部自業自得なんですけど、勝手すぎる言い草に笑うしかないですね。こんなバカなこと書いて笑われないか、って思わないんだから、まあ、それが人民っていうものなんだろうな。これから攻めてくるであろう人民軍が嫌がってんなら、まあ、正解ってことで、このままどんどんね、沖縄に、軍備増やしましょう。お金も増えるみたいだしね。まずは自衛隊員の待遇、給料を上げてやってもらいたいな。なんかどこも募集定員割れで人手集めるの宿泊してるみたいですから、あとね、パヨを黙らして弱らして、自衛隊員さんは、国を守ってくれる、立派な職業っていう風に我々がそういう世論にならないと、なかなかね、そのどこ行っても石投げられるようなとこだと、おまけに給料も安いんじゃなる人いないよ、さすがにさ。我々は援護射撃で、自衛隊の援護射撃でパヨが変なことしたらいちいち文句言って黙らして完全に論破して叩きのめしてってするのがいいと思います。日本改革とメール党員さん大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご応募ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。